日本共産党の井上聡です私は会派を代表して、岩木光秀議員運営委員長の改憲決定案に賛成の討論を行います。まず、本日の議運委員会における自民公明与党による国会法改定案、参議院規則規定案の強行採決の暴挙に対し、断固厳しく抗議するものであります。 岩木君は、議院運営委員長として、議員の公正な運営をなすべき職責がありながら、本件の取り扱いをめぐり、各会派の合意に基づく公正な運営を行わず、与党の多数の暴行に組みして、強行採決を進めたのであります。公正な運営を尽くすべき職責をないがしろにし、議会制民主主義を踏みにじった 岩木委員長の責任は極めて重大であり、解任は当然であります。そもそも国会法について、参議院での議論はこれまで一切行われてきませんでした。にもかかわらず、衆議院から会期末ぎりぎりの13日に参議院に送付されてきました。参議院の規則規則定案に至っては 全く与野党間の協議もなしに、17日に自公で提案をしたものであります。国会運営に関わる法案や規則は、各党の合意を尽くすことこそが必要であり、このような時期に総務提出されたことは、初めからその土台を覆すものでありました。議院運営委員長としては、このような会期末の総務提出をむしろ、 抗議すべきであります。しかも、国会法改定案、参議院規則規定案は、戦後初めて国会に秘密会を常設をするものであります。国会が監視するどころか、憲法が保障する議員の発言質問の自由を奪い、昨年、国民の圧倒的多数の反対を踏みにじって強行された特定秘密保護法による 政府の秘密体制に国会が取り込まれるものに他なりません。国会の在り方そのものが根底に問われる重大な法案であり、とりわけ慎重な審議を尽くすことが求められておりました。我が党は国民多数の声を踏まえ、社民党や無所属の議員の皆さんとともに秘密保護法廃止法案を本院に提出し、 廃止法案の審議こそ優先されるべきと主張いたしました。また、法案の賛美に誓いはあっても、野党各党からは、議員運営委員会への付託は反対、合意によって付託すべきであり、採決での付託は反対の意見が表明をされました。にもかかわらず、岩木委員長は、この野党各党の意見に耳を貸さず、委員長職権で 法案の議運委員会への付託を強行しました。この対応が先ほどの強行採決への道を開いたことは極めて重大であります。しかも法案の審議は入り口に立ったばかりでありました。情報を特定秘密とする内閣の判断を国会の上に置くという問題。国会職員に プライバシー侵害の適正評価を強要するという問題。院内の議員の討論発言の権利を懲罰によって脅かすという問題。わずかな質疑だけでも全ての議員や職員の身分に関わる重大な問題が次々と浮き彫りとなりました。それに対して法案や規則提案者自身が 果たして内容を理解しているのかと疑われるほど、まともな答弁ができない状況でありました。審議はたびたび中断し、理事の協議を求める要求に対して、岩木委員長が五国理事会で協議いたしますと約束をしているという状況でもありました。さらに、衆議院では行われた参考人質疑も、 野党が強く要求したにもかかわらず、黙殺されてしまいました。およそ審議が尽くされて、採決を行えるなどという状況にはありませんでした。議運の理事会でも、採決の合意など、全くなかったのであります。本日、正午過ぎ、法案への態度の違いを超えて、野党の国対委員長が揃って、議院運営委員長に、 審議を尽くさないままの採決の強行はあってはならないと強く申し出ました。にもかかわらず、今日の議運委員会では、自民党議員が質疑打ち切りの動議を提出をしました。議員の公正な運営に責任を持つ議運委員長は、直ちに理事会を開いて、その取り扱いについて協議することは、最低限やるべきことであります。ところが、 岩わき委員長は、それをすることなく、与党による、この横暴な同義を取り扱い、審議中に自らが約束をした理事会協議も、保護にして、採決を強行したのであります。岩わき委員長の行為は、議会制民主主義を根底から覆すものであります。同時に、衆議院から送られた法案に、 どんなに問題が明らかになっても、数を頼りに成立させるという与党の横暴に苦味することにより、最高の府である参議院の存在意義すら失わさせるものと言わざるを得ません。浮気委員長のその責任は極めて重大であり、解任は当然であることを改めて強調いたしまして、私の賛成討論といたします。